こんばんは。リサーチサーフヒデの波乗りラジオというところでね、今日もよろしくお願いします。この番組では本日の波情報の振り返りと明日の波予想、そこに一言付け加えていつもだいたい10分ぐらいでお届けしていますので、サケッと聞いていただけたら嬉しいです。というところでね、今日もお届けしていきますけどもね、皆さんお休み、今日からお休みかな、明日、明日からかな、明日からっていう方もきっとね多いかなと思いますけどね、今日からっていう人もね結構いるんじゃないかな。今日街に出ましたけど、結構落ち着いてましたね。バタバタしてない、なんかすごくしんみりしてる感じがしました。そう、何しに出かけたかっていうとですね、医者ですね。まあ、昨日もね、行ったんですけどね。そう、昨日もね、医者行って、医者行ったとき、今回はね、今日も行ったんだけど、この間行ったときに、傷のね、写真をね、撮ってみたんですよ。普段はね、応急の絆創膏のようなのでね、保護しているんで、自分では見れないんですよね。ってことでね、お医者さんのね、許可を得て、写真をね、パシャリと撮ってきたんですよ。そしたらね、まさにね、フランケンシュタインでしたね。はい。クリビツですね。おお、フランケンじゃねえかよ、みたいな。まあ、簡単にフランケンになれる方法をね、ありますのでね、もしよかったらチャレンジしてみてください。嘘です。痛いです。まあ、フランケンはね、常に縫ってる跡がありましたけどね。まあ本当にそう考えるとね、そのフランケンの傷ってどんだけ深いんだよみたいな感じで、きっと頭が割れるようなね、そんな傷ですよね、きっとね、フランケンしたよね。まあもう少しだけフランケンを楽しみたいと思います。まあ楽しくはないけどね。まあ抜歯はね、来年早々っていう話ですね。はい、ご心配おかけしてます。早く来年になって波に乗りたいです。海にね、波に乗るイメトレはね、めっちゃめちゃしてますからね、ほぼ完璧な仕上がりでね、海にで出れそうです。このままイメトレを継続して、来年ね、海に行った時1本目の波に集中しようと思っています。今言ったね、1本目の波のことなんですけども、こちら意識されてるかなっていうのでね、今日は1本目の波の重要性っていうところをね、お届けしたいと思うんですけどね。どうですか皆さんね、1本目の波意識されてますか？まあ、何度かねお話ししたかもしれないですけど、これね意識してるサーファーってね、結構少ないんじゃないかな、もったいないなっていうふうに思いますね。なのでね、こちらはね、続きは後半でね、お届けしたいと思います。それではですね、本日の振り返り、東の海上にある高気圧のおかげで、風も弱く、とってもいい天気、暑かったですね。まあ、暑い、そうですね。ダウン着てて、あったかいって感じですね。はい、大陸の方から来てね、低気圧からの上によってね、日本海側はいい感じのサイズになってくれました。きっと低気圧の位置がちょうど良かったのかなと思います。太平洋側はね、高気圧の影響でサイズを落とすかと思ったんですけど、なんとかキープしてくれて、広い範囲でね、遊んでていましたね。楽しめていました。明日の波予想ですけども、今日と打って変わって明日は寒くなりそうなんですね。で、高気圧が西、東の海上へ移動して、大陸からはさらにもう一つ低気圧が移動してきます。そのため強い西から北寄りの風ですね。西寄りから北寄りっていう感じの風が吹きそうですね。はい、どういうところでね吹いてしまいそう、まあ、そのために日本海側、太平洋側ともにね、うねりが強まるかと思います。さらにね、寒なってしまうかなと思いますね。冷たい風が気になるエリアが出てしまうのでね、体調管理十分注意しましょう。というところでね、今日の一言はというところで、1本目の波、この意識をどれだけ持っているかっていう話ですね。これね、めっちゃ意識強く持つべきとこなんですよ。これに尽きると言ってもいいぐらい。ちょっと前の話ね、日曜日にサーフィンをした時の話なんですけども、朝一、波もサイズがね、ちょうどいいサイズ、胸肩、メンツル、うねりがね、奥からはっきり見えて、誰でも乗りやすいって感じのね、そんな中でのサーフィンでしたね。でもね、すでに人もね、20人ぐらい、入っててね、1ピーク、2ピークぐらいなんで、いや、もう取り合いじゃんみたいなね、
朝一なんでね、少ないかと思ってたのが残念です。でもね、めちゃくちゃ乗れたんですよ。人が多かったにもかかわらず乗れたのはなぜかっていうね、話ですよ。まあそれはですね、1本目の波に乗る、その意識をめっちゃ持って挑んだからですね。1本目の、ね、波に集中、そしてね、もちろん必ずここに意識を持っていたからですね。それによってね、良いセットを乗って3メイクぐらいして、またすぐ戻ってまたもう一本みたいな感じでね、いいスパイラル入りましたね。これはまたそうこれによってね、あいつ上手くないってね思われたっていうのもありますね。これもね結構大事、自分はリラックスできて周りにはプレッシャーを与えるってことができているわけですね。もちろんね、乗れないよメイクなんかできるかって思われると思うんですが、ただ横に走るだけでも全然 OK ですよ。奥から見たらね、あのメイクしてしてないなんてね、凄まじく上手くないがいい、ね、見えないですからね。意識すべきはただアウトカーの、そしてね乗りつなぐね、長く乗るってことを強く思ってテイクオフするってことですね。そうするとね、沖から見るとね、お、うまいやつが乗ったなみたいな感じになるわけですよね。すごい、あいつ乗るなみたいなね。そう。それで、またアウトに帰ってきたら、あ、こいつできるやつだみたいな感じになりますね。一本目の波を乗り継ぐっていうことね。これが大事になりますね。おかげでね、この日は乗り放題でしたね。1時間ちょっとで上がっちゃったかな。うん。あの、やべえぐらい乗りましたからね。まあ自慢ですけどな。まあ肩サイズの波でね、休む間もなくアウトに出てすぐ乗るっていうのをね、繰り返しましたからね。その場にいた人の中でね、間違いなく一番乗ってたかもしれないですね。まあもちろんね、他にも余裕ありますけどね。まあたまたまっていうのももちろんあります。そうです。そう。あんま調子乗んなって感じですね。でもそのね、一本目に波に乗るっていうね、ことをね、意識すると、より次の波につながるのでね、実際ね、やってみていただければと思います。いや、これほんとね、めちゃくちゃ、ね、大事なことなんでね、やっていただければと思いますよ。これがね、あの、意識する、しない、ここにも大事ですよね。やっぱりその、みんなね、あの、見てるんですよ、やっぱり。どうしてもね。気になるじゃないですか。みんなライバルなんで。で、ね、バトルアウトしてきたなーって思って、ね、アウトに着きました。そして、いきなりもう一本目乗るんですよ。そしたら、それだけでもう一目置かれますよね。そうなんですよ。そういうもんですね。そうするとね、自分もリラックスできるし、相手にプレッシャーが与えられますからね、より。意識していただければと思います。これめちゃくちゃ大事なことなんですね。そうです。まあ、メンタルっていうのもありますけどね。大事なんでやってみてください。それじゃあね、今日はここら辺で終わりたいと思います。今日とかね、自分はね、めっちゃめちゃね、夢トレ、陸トレをしまくってますね。おかげさまでね、眠たいですね、すでに。そうです。やっぱね、できることね、する。特にね、陸でね、するっていう大事なんでやっていただければと思います。じゃあね、今日はこれで終わりたいと思います。じゃあ明日海に行かれる方はサーフィンを気をつけて楽しんでください。それじゃあまた、バイバイ。